高等学校の皆さんにインタビューをしてみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この苦労というのは大変だと思うんですけど、苦労することというのはどのようなことでしょうか、教えてください。このパフォーマンスはみんなで気持ちを一つにするのが一番苦労するところで、このために気持ちを一つにするために全員で書くときも練習するときもしっかり声を出したり、みんなの気持ちを一つにしたりするのが一番苦労しました。ありがとうございます。そうですね、息ぴったりでしたよね、はい、すごく綺麗でした。そうですね、掛け声も元気いっぱいでフレッシュさあふれるって感じでしたね。はい、掛け声もとても可愛いですね。そうですよ、お似合いですよね。皆さん可愛いですよね。可愛い、可愛い、声が小さいぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いての質問ですが、この書道の魅力というのはどのようなことでしょうか。そう、見てくださる人に元気や感動を与えてくれる。かっこいいですね。いいですね、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですよね、もう魅力満点ですよね、はい、私も小学校まで書道をしていたんですけれども。そうなんですか。はい、もう下手くそで下手くそで。もう全然ですね。私も下手くそじゃなかったですね。そうなんですよ。でも、この書道のパフォーマンスを見ると、やりたくなりますね。皆さんもぜひまた書道をやってみたらどうでしょうか。いかがですか。頑張れ、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。では大分高等学校の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん本当大きな拍手をお願いします。パフォーマンスでしたね。